1906年に出版されたピアノ譜の表紙、メリー・ウィドウは、フランツ・レハールが作曲した3幕からなるオペレッタ。現代はドイツ語のルスティゲ・ビトベだが、日本ではもっぱら英訳の題名、メリー・ウィドウで呼ばれる。舞台は、パリにある、ポンデベドロ公使館。広間では、ポンデベドロ国王の誕生祝賀パーティーが開かれている。出席者の話題の的は、ハンナ・グラヴァルミ坊人。ハンナは、ポンデベドロの老富豪と結婚し、そのわずか8日後に、夫が急逝したために、巨万の富を得たのである。パーティーに出席したハンナは、多くの伊達男から口説かれる。しかしハンナがパリジャンと結婚すれば、大量の資産がポンデベドロから失われることになる。それを阻止すべく、ポンデベドロ公使のミルコ・ツェータ男爵は、同書記官のダニロビチ伯爵とハンナを引き合わせようとする。ダニロとハンナはかつて恋仲であったが、身分が彼らの仲を引き裂いたのである。しかしダニロは、ハンナの資産目当てで結婚すると見られるのを嫌い、わざとハンナから距離を置いている。一方で、カミーユ・ド・ロジオンは、ツェータ男爵の美貌の夫人、バランシェンヌを熱心に口説くが、その気がないバランシェンヌはハンナをカミーユにあてがおうと考える。ハンナは、踊りの相手にダニロを指名するが、ダニロはその権利を1万フランで売ると宣言する。とてもそんな大金は出せないと、男たちは意気消沈して引き上げる。その中で二人は喧嘩しながらも踊り始める。舞台は変わって宴の翌日、ハンナグラバリ邸の庭。多数の来賓を前に彼女はここに故郷レティン家の風景を再現すると言ってビリアの歌を歌い出す。ハンナがダニロの心を開かせようとする中、カミーユはなおもバランシエンヌに求愛している。バランシエンヌの心が由来だと見るや、カミーユは彼女を庭の東屋に連れ込む。そこに、ツェータ男爵が現れ、妻が東屋で誰かと会っているのではと勘ぐるが、そこから出てきたのは、意外にも、ハンナとカミーユであった。ハンナがバランシエンヌの身代わりになったのであるが、結果としてハンナとカミーユは、婚約を宣言することになってしまう。ポンデベドロから富が失われるのを嘆く、ツェータ男爵。一方で、ハンナへの思いを胸に秘めているダニロも動揺を隠せない。舞台は同じく、ハンナグラバリ邸の庭。パリの有名なレストランである、マキシム風の飾り付けがなされ、ダニロの顔なじみであるマキシムの踊り子たちも顔を揃えている。そこへ、故国から、もし、グラバリの数百万が、我が国に残らぬときは、国は破産の危機に瀕するとの電報が届く。腹を決めたダニロはハンナに愛を告白する。一方で、東屋からバランシエンヌの扇子が見つかり、カミーユとバランシエンヌが会っていたことがバレてしまう。自暴自棄になったツェータ男爵は、バランシエンヌと離婚してハンナと結婚すると言い出す。それに対してハンナは、再婚するときには、彼女は全財産を失う。という遺言を告げる。ツェータ男爵が申し出を撤回する一方、資産を気にしなくてよいと知ったダニロは、ついにハンナに求婚する。するとハンナは、彼女は遺産のすべてを失い、その遺産は再婚した夫のものとなるという遺言の続きを述べる。一方で、バランシエンヌは、扇子の中に書かれた言葉を読み上げてほしいとツェータ男爵に請う。そこには、私は、低粛な人妻ですと書かれてあった。妻を疑ったことに対して、ツェータ男爵がバランシエンヌに許しを請うところで大団円となる。モノラル時代にエリーザベト・シュバルツコップを主演として EMI に全曲録音して、以来、録音は少なくない。中でも、シュバルツコップによるステレオ再録音が、ゆかりのバルカン出身のロブロフォン。また父の豪快な式と相まって名盤と言われる。ヘルベルト・フォン・カラヤンによる聴覚洗練の限りを尽くした録音も一部に批判もあるが曲のイメージを一新したと評価された。日本語字幕のついたドイツ5番 DVD としてはフランツ・ウェルザーメストがチューリヒ歌劇場を指揮した2004年ライブがシックな雰囲気で楽しませる。ありがとうございます。